こんにちは。今回は鉄道模型150分の1スケール N ゲージで、加藤から、8月、27日に工場を出荷しました。品番は10-1643、E217 系東海道線15両セットですね。こちらについての、製品の、紹介、それから関連する製品ですね、との比較、レビューといった内容でお送りいたします。そうですね、関連した製品というのは、E217 系の特にですね、側面がですね、E231 系の、1000番台、金鋼タイプですね、同じ、湘南帯、湘南色の、東海道線、湘南新宿ライト、こちらはね、製品にされてるんですけども、こちらとですね、似てますよっていう内容と、それからですね、スカ色、横須賀線色ですね、横須賀線の、普通のノーマルの E217 系ですね、こちらのトミックスとの、比較といった内容も、そしてですね、こちらの加藤の10-1643、E217 系東海道線15両セットということなんですけども、こちらがですね、特別企画品になっておりまして、で、販売価格はですね、54,560円税込みですよね。結構高いですね。で、ちなみになんですけども、2014年の5月に発売されていました、トミックスの方の、E217 系、こちらの方はですね、東海道線という名称ではなくて、湘南帯かな、湘南色かな、という名称で発売されていて、で、セット構成は、基本の A セット、こちらがなんだ、6両ぐらい入ってたのかな。で、B セットっていうのは、増結編成ですね、いわゆる11号車から15号車の、増結編成で、さらにはそれと異なるのが、A セットとくっつけて基本セットを構成させる、増結セットというのがあって、A セットが19,030円で、B セットが17,380円で、増結セットが8,030円で、合計、44,440円というね、4がね、ちょうど4つ並ぶ価格になっていたみたいですね。ということから比較しますと、ちょうど1万円こちらの方が高いということになりますね。で、こちらですね、特別企画品ということで、厄介なのがですね、足パーツは、補修パーツ、通常の E217 系と、共通しているパーツのみということになるわけですね。ということで、付属のですね、こちらのシールですね、も、今回で、ね、やっちゃったんですけども、東海道線開業120周年の、ステッカーですね、あんまうまく切れなかったっていうのがあるんですね。というような形があったんですけれども、で、ちなみにですね、東海道線開業120周年のシールっていうのが、ここのヘッドマークっていうふうに、こうなってるんですけれども、ここのところにですね、収まっていて、こんな感じですね、になってるんですけれども、説明書ではですね、このように記載がありまして、ヘッドマークの貼り方ということですね。横浜から神津が、開業した120周年ヘッドマークの方はですね、こちら、シールをそのまんま、黒い枠の内側をカットしてですね、この図の位置に貼りますというふうになってるんですけれども、こちらはですね、シールが確かね、実写もベタつけだったと思うんですけれども、こちらの方ですね、東海道線全通120周年、なんだ、新橋神戸間かな、の方は、ヘッドマークの台座のパーツがついてますので、それを使ってくださいねっていうことですね。こちらのパーツなんですけれど、その、こちらの、横浜から神津の間が開業しましたよというヘッドマークは、いつつけられてたんですかということなんですけれども、2007年の7月9日から9月30日までで、編成ごとに異なるデザインのものがついていたそうです。で、
それに対して、こちらの、東海道線全通120周年ですね、新橋神戸間の方なんですけども、こちらの方はですね、2009年の7月中旬からですね、2010年の3月上旬までっていうふうに、ウィキペディアの E217 件ですね、説明のところには、記載がありました。ちなみにですね、横浜から神津の、開業120周年の方のヘッドマークをつけると、まあ、こんな感じになるわけですね。ですね、ちなみにこれはですね、実写は確か、このヘッドマークシールということでですね、車体に直接シールが貼られてたと思うんですけれども、そのようにしてしまいますとですね、まあ、うちの場合はそのもう貼ったままだったらいいんですけども、まあ、貼ってから着脱を一応想定しますので、台座としてですね 0.3 ミリのプラ板を介して貼り付けを行っています。そういうふうにしないとですね、シールの粘着力が弱くなったりですね、それからシール自体がつけたり貼ったりしてると、まあ、たまんでしまったり折れてしまったりっていうので、まあ要するにですね、まあ、壊れてしまうんですね。その可能性があるので、そのようにですね 0.3 ミリのプラ板を介しての貼り付けを行っています。ピントがどこ、あ、合うか。そうですね、この状態だとピントが合うわけですね、はい、ということでですね、はい、こちらですね、東海道線開業120周年で、新橋、神戸間の方ですねの方の、ヘッドマークですねは、ですね、シールから、そうですね、こちらの方のですねシールを、ヘッドマーク用の台座というパーツですね、こちらを介して、まあ、貼り付けてですね行ってくださいっていうふうに、まあ、説明書には記載があるわけなんですけれども、まあ、そうした感じでね、やりますとこうなってるんですけれども、今回のこのシールなんですけれども、この東海道線開業120周年の方なんだけど、これはどうなんでしょうね。シールを、まあ、ある程度、まあ、四角くですね、まあ、余白を多めに取って、あれ？どういった？あった。こちらのですね、パーツに貼ってから、この、台座の周りをカッターで、丸く切り抜けば、完全な円ですね、なるのかなという気がしないでもないんですけれどもですね、このパーツですね、非常にちっちゃくて薄いんですね。はい。なのでですね、多分ね、これ、力加減次第でですね、カッターで、ここの、ヘッドマーク台座自体がですね、この円になってるんですけれども、この綺麗な円になってるんですけども、これがですね、周りがですね、削れる、なんかめくれるようにね、こうね、削れてしまって、綺麗な円じゃなくなってしまう可能性もなきにしもあらずっていう感じなんですよね。なので、まあ、正直な話、もう結構ね、トミックスの機関車系によくあるのが、やっぱりヘッドマークが入っていて、で、円形でですね、プラスチックパーツにですね、もう印刷がすでに施されているっていうのもあるんですけれども、そちらの方が正直言ってユーザーフレンドリーかなという気はします。はい。で、ですね、こちらのヘッドマークシールですね、そうですね、こちらの、まあ、工具ですね、使いまして、今はなんだ、4ミリになって、今回の場合は4ミリ程度で開けてるんですけれども、正直ですね、このヘッドマークシールがですね、4.5 ミリだと大きすぎる、要するにこっちの径の方、機械の方が大きすぎて、で4ミリだと逆にこっちの方の機械の部分、穴からですね、パンチの部分からですね、はみ出してしまう。いや、なんかね、だからね、4.2 ミリとか 4.3 ミリとかそんな感じなんじゃないかなっていう気がしましてですね、ちょっとだいぶですね、作業はしづらかったです。はい。やっぱりですね、まあ、それもあってですね、特別企画品であるならですね、そのプラスチックパーツに
印刷されているか、それとももうシールのね、周りが切り取られている状態だったらいいんですけれども、シールも特別規格品だから、失敗した場合はシール単体では購入できない足パーツ、まあ、カトニーとか足パーツっていうのがね、すぐ手に入るということで、シールもですね、通常ですと、まあ、入手しやすいんですけども、特別規格品だとこれは修理扱いになってしまうのかなっていうところなんですね。ただ、ヘッドマークがですね、貼られてた期間っていうのは、まあ、一時的ですので、まあ、そうですね、ちょっと走らせるときは、まあ、貼ったりっていうのは考えられるんですけれども、まあ、通常は剥がしといた方がいいかなっていう気がしますね。っていうか、剥がしておかないと、剥がすときを考えるとですね、両面テープの、粘着面とかが、車体にくっついちゃうので、車体が汚れてしまったりっていう可能性があると、長期間つけたままだと、加藤製の場合は、まあ、塗料大丈夫だと思うんだけど、トミック製だとですね、塗料がですね、もうそのままベリッと剥がれてしまうっていう可能性もありますので、つけたままっていうのはあまり良くないかもしれないですね。要するに、もうつけたままでもずっといるっていうならいいんですけれども、剥がすことも考えている前提であれば、剥がしといた方がいいかなという気がします。これは持論なんですけどもね。今度はですね、左がトミックスの、E217 系で未更新車ですね。で、右が今回の、加藤の E217 系、東海道線ですね。ということで、ヘッドライトにね、ちょっと注目してほしいんですけれども、カメラ越しですと、だいぶ右の方も単黄色に、まあ、映ってるんですけども、実際はですね、なんか黄色というかね、オレンジというかね、白色 LED に、プリズムですね、黄色とかオレンジのプリズムを介して、ライトを点灯させているようなんですけれども、まさにオレンジ LED って感じなんですよね。で、こちらのですね、今左に映っている方は、まあ、そうですね、カメラ越しでもそうですし、まあ実際の見た目もそうなんだけど、まあしっかりとしたハロゲンの色が、まあ要するに電球色 LED の色がちゃんと出てるんですね。といった違いがあります。ステップの部分ですね、こちらはですね、両方とも一次車ではないので、分割型ではないですね。スカートは、強化型になる前のものですね。で、テールライトは、加藤の方が結構大きく再現されているのかなというようなところですね。まあ、前面に関して言うと、トミックス製の方がいいかなっていうところですね。ただ、まあ、左のですね、編成ですね、Y の、これなんだ、23かなっていうのは、これは転写シートで自分でユーザーが、自分の表現したい好みの編成を見つけてきて、貼り付けるようになっているんですけれども、右の方はですね、特別規格品というのと、それから加藤製というのもあるので、そうですね、この編成の番号も前面にですね、もう印刷済みというのは、ここに関してはいつもの加藤のですね、ユーザーフレンドリーが出ているのかなというところなんですけれども、アンテナパーツですね。こちらは、ユーザー取り付けで、今回ですね、予備品は一切ありませんでした。で、次はですね、テールライトですね。テールライトにするとですね、やっぱですね、加藤の方が、プリズムが大きいっていうのもあるんですけれども、見た目はですね、結構赤に近いんですけれども、ただ、明るい赤ですね。で、左のトミックスの方は、ですね、カメラ越しだと、ちょっとですね、ちょっとオレンジっぽく映ってるんですけども、実際見た目は結構綺麗な赤です。で、かつ、そんなにですね、輝度は高くなくて、いかにもテールライト、E217 系のテールライトっぽいので、雰囲気からするとやっぱり、前面についてはトミックスの方がうまくできてるのかなっていう気がしますね。で、それからですね、その前面の表示の部分についても、こちらの加藤の方は、ユーザーがですね、このプリズムのところにですね、列車番号と、東海道線等の、種別とかですね、を貼るようになってるんですけれども、そうですね、やはりそこの、光の透過とかの具合についても、
左のトミックスの方が、光漏れとかがなくてですね、綺麗にできているというところですね。はい、でこれがですね、前面のトミックス製と下等製の比較でした。はい、前面のですね、ライトの点灯の構造、前面のライトの点灯の構造についてなんですけれども、ヘッドライトの方はですね、白色 LED が使われていて、でもただ E217 系のヘッドライトっていうのはハロゲンですので、プリズム側に黄色い着色を施すことによって、ハロゲンというか、電球色を再現しているんですけれども、実際ですね、そのプリズムに黄色というかね、オレンジを着色したところで、だいぶ、フォグラップっていうか、ハロゲンというよりも、なんか、だいぶ黄色というかね、オレンジというか、ハロゲンの単黄色、オレンジと黄色の間というかね、がうまく出てないような感じがしますね。次の比較ですね。真ん中ですね、こちらが今回の加藤の、10-1643E217系東海道線なんですけれども、いかがでしょうか。上がトミックスのですね、通常のノーマルの横須賀線の色なんですけれども、スカ色ですね、横須賀色なんですけれども、いかがでしょうか。こんな感じですね。トミックスの方が、ドア周りですね、ドアの窓とかの彫りは、ちょっとですね、深めに再現されていますね。ただですね、実写を忠実に150分の1に再現するとなると、加藤の方は別に間違ってるわけではない。ただ要するにデフォルメをしてうまくやっているのがトミックスという感じですね。なのでこの辺は好みが分かれるんじゃないかなって感じますね。自分はまあ両方いいんじゃないかなって思うし、むしろどっちなのってやったらトミックスの方がですね、このデフォルメが効いてる方が実写らしくていいかなしますね。150分の1にすればそれでいいかっていうとそうではないよねっていうのがそのトミックスのそのデフォルメっていうものですね。で、こちらですね、正直言って、ガラスの色が違う以外どこが違うのかがほぼほぼわからないという感じですね。これ、下がですね、構図車で E231 系の1000倍の後期車だから、幕板部分に車外スピーカーが再現があるんですけれども、それがなかったら本当違いがよくわからないですね。はい、ドアコックの位置も非常に近いですし、はい、乗務員室扉に緑色のですね、フィルムが貼られてるか否かぐらいですかね。前面の形状は全然違うんですけどね。はい、というような感じですね。いかがでしょうか。機器配置はそれは別形式ですからね、ある程度それは差異はあるんですけども、ただ機器配置もある程度似てるところはある。空気バネ用のですね、空気溜めもほぼ同じ形状ですもんね。な感じですね。という感じでですね、この3両ですね、比較をしましたということですね。前面はですね、非貫通型か貫通型か、流線型か、それともですね、ほぼほぼ切り妻かっていうような、違いがあるんですけどもね。とは言っても E217 系ってないんですよね。増備車は、前面の貫通ドアがあるように見せかけて、209系の1000番台が中央線に移ってきたと時と同様にですね、貫通ドアまがいの、ただの蓋っていうかね、ドアになってない、開かなかったっていうね、ことになってるんですけどもね。ただ
この車両は初期車ですので、まあ、ドアはちゃんと開くタイプだったと思うんですけどね。今ですね、正面勝ちに映してるんですけれども、そうですね、側面の方向にかけて映していくと、まあ、どんな形状に見えるかというところを映していきたいと思います。まあ、E217 系っていうとですね、前面の形状が、まあ、非常に独特であるというところですね。それがうまく再現できているかというところですね。かがでしょうか。これで今、側面ですね。運転台がある側ですね。まあ、2エンドという、丸2という表示があるところですね。で、内では標準の、当たりゴムを再現してですね。で、優先席シールですね。ステッカーも、付属の、製品のシールから貼り付けを行っています。まあ、こんな感じですね。で、この車両は、1号車になるわけです。つまめはですね、まあ、このようになってまして、フック付きの、加藤カプラン三連タイプになってますね。では、逆側の側面ですね、の様子はこんな感じですね。で、ラジオアンテナは、まあ、最近の加藤のダークグレーになっているタイプですね。で、今度はですね、側面からですね、1エンドの方から前面にかけて打つと、こんな感じですよというようなところですね。いかがでしょうか。はい、こんな感じですかね。モハ E216 の、2005号車ですね。ですね。で、側面のですね、表示部分は、まあ、当然ですね、可動性ですので、まあ、シールにはですね、行き先設定とかできるようにはなっているんですけれども、上り方とかね、下り方はあまり、まあ、結局列番のシール貼ってるから、まあ、上り下り、まあ、上りっていうのは固定されてるんですけれども、まあ、あまりですね、こだわりたくない、上り下り固定したくないので、そうですね、種別とか行き先とかっていうのは再現をわざとしていません。なので、トミックスデフォルト、ね、標準の仕様にしてますね。で、2号車のこの逆側の側面ですね。こんな感じですね。本当に E231 系との違いがね、もうガラスの色の違いぐらいしかもよくわからないっていう感じですね。まあ、冷房もまあ違う、まあ、209系タイプのものかなっていう感じがあるんですけれども、台車も模型では同じものが使われてるんですね。ただ実車では、同じ DT61 といっても、確かですね、231の方は確か G とかね、なんとかで、空気バネの吸気座の高さがですね、E231 系の方が抑えられているので、床のですね、高さが、何ミリだ ?30 ミリ、あれは233か。そうですね、幾分下がってはいるんですよね。そんな感じですね。で、つまめんはですね、まあ、こんな感じになってまして、で、逆側のつまめんは、まあ、こうなってますよっていうところなんですけども、まあ、こうなってますよっていうところですね。はい、こちらは3号車ですね。パンタグラフはこのようなですね。PS28A でしたっけ。で、優先席のシールを貼り付けて、で、こちらですね、まあ、窓側ですね、窓越しでも分かるんですけども、まあ、動力ユニットが組み込まれている車両ですね。床下もそうですね、丸くなっているので、分かるかなと思います。で、つまめんですね。パントグラフの内側のつまめんはこのようになっていまして、で、パントグラフのある方のつまめんは、まあ、このようになっているということですね。ですね。こっちの方の、車体側面は、VVVF インバーターですね。GTOVVVF で、
三菱製のインバータですね、がついているということですね。はい、これが3号車。はい、グリーン車、4号車で、サロー、E216 の3号車ですね。ですね。はい。ツナ面はこのようになっていて、こちらはですね、5号車よりですね、ツナ面ですね。で、反対側の、側面なんですけれども、車掌室ですね。車搬準備室とかって感じですね。こうなっていて、で、こっち側はあれですね、あれ、こっち側も217ってドアないのか。れ、それともドアの色ってこれなのかな。はい、今度5号車のサロー E217 ですね。で、こちらはトイレですね。この当時はですね、溶断パがついてたわけですね。ですね。今度は6号車ですね。6号車のこちらはサロですね。サロE217 の2006番ですね。後車の反対側ですね。サハ E217 の2006号車ですね。7号車の、サハですね。E203、E217 の、205号車ですね。反対側ですね。反対側は6号車。7号車ですね。反対側で7号車ですね。はい、1号車ですね。で、こちらの車両は弱冷房車になっていまして、で、モハ E216 の1003号車になってるわけですね。で、可動性ですので、弱冷房車の表記も印刷済みとなっていると。で、裏面ですね。はい、で、8号車弱冷房車の、モハ E216 の、1003号車ですね。の反対側ですね。今度はですね、15両セットの、ケースの B の方に移ります。9号車ですね。9号車で。9号車でですね、モハ E217 の3号車ですね。こちらは黒シートが再現されていますね。はい、では反対側ですね。はい、9号車の反対側ですね。こちらの方は、VVVF インバーターが再現されている側ですね。E217 系と、E231 系との違いなんですけれども、そうですね、パンタグラフが PS28 でひし形、ひし形なんですけど小型なんですよね。のパンタグラフかどうかっていう以外にですね、ヒューズボックスが、あるかないのかという違いがですね、あるわけですね。はい、前面はですね、こんな感じになっていて、では側面ですね。
10号車の側面ですね。こちらも黒シートが再現されている。で、クハ E217 の3号車かな、はい、こんな感じで全面ですよというところですね。では側面ですね。側面はこんな感じですね。こちらが10号車なんですけれども、で10号車にはですね、優先席シールは貼りませんというふうに、まあ、説明書に記載がありましたので貼っておりません。で11号車ですね、こちらは付属編成になります。11号車の、こちらはですね、トイレがある側ですね。はい、12号車ですね、はい、12号車の詳細はこんな感じですね。モハ E216 の2006号車ですね。まあ、反対側ですね。まあ、反対側って言っても、まあ均衡型なので、まあ、そんな差異はないんですけどね、普通の車両はね。はい、はい、13号車ですね。13号車も、パンタグラフがついていて、で、モハ E217 の、2006号車で、こちらにですね、15両編成ということもありまして、動力ユニットが装備されています。ということで、基本編成と、まあ、付属編成に1つずつ動力ユニットが組み込まれているので、一応付属編成だけでもですね、まあ、走行は可能となっているわけですね。まあ、もちろん基本編成だけでも走行は可能となっています。では反対側ですね。はい、まあ、こちらがですね、VVVF インバーターがついているよということですね。はい、はい、最後ですね、15号車ですね。はい、で今度はですね、逆側の側面について写していきますね。まあ、そうですね、加藤の、先頭車同士を連結した時の、連結面間隔はですね、このようにですね、かなり広い状態になっているわけですね。ということでですね、改造しまして、まあカプラーのですね、車体側ですね、まあ、いわゆる、まあ、胴形のあたりですねを改造しまして、まあ、引っ込んでいる状態でも、要するにあのカプラーの首が振るような状態にしました。実車の E217 系は、まあ、10両編成になることが結構まれてて、15両編成で、まあ、走っていることがまあ多かったということなので、そうですね、あの10号車のところで切り離しても、まあそうですね、それでカプラーがブラ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 するっていうふうな状態も、まああんまりないということで、そうですね、カプラーの方は改造してしまいました。はい、はい、その結果ですね、いかがでしょうか。まあ、それでもですね、まだあのトミック製の TN カプラー同士の連結の方が連結面間は狭いですね、はい、というような感じですね。次によってですね、バネの入っている方で、もう普通の中間に入る方の連結面ですね、あちらの方はしっかりと、まあ、実車通りなら狭い連結面間が再現されているんですけれども、こちらの方はですね、先頭車同士の方
あれですね、連結面間隔がどうしても広くなってしまう。まあそんな感じですね。今回ですね、加藤の E217 系で品番が10の1643についての製品のレビューは以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。